我々というか東松山の小中学生、先輩としてコメントいただいているので今からそれを見てもらって短いです。そしてやっぱり授賞式の様子、ニュースで見た人、これでいいのか、はい、ちょっとギュッと縮めた映像を、みんなで見て、そしてこう足があってっていう、会議したいと思います。東松山の若い皆さんへ、皆さんの周りの自然にも不思議だな、なんでこうなんだろうと思うことがきっとあると思います。その不思議だなという心を皆さん大切にしてください。それが、自然科学への第一歩です。おはようございます。5時になりました。12月11日金曜日、 NHK ニュースおはよう日本です。今年のノーベル賞の授賞式が日本時間の今日未明に行われました。物理学賞に選ばれた梶田隆章さんと医学生理学賞に選ばれた大村聡さんに、スウェーデン国王からメダルと賞状が贈られました。今年のノーベル賞は東京大学宇宙線研究所所長の梶田隆章さんに物理学賞が、また北里大学特別栄誉教授の大村聡さんに医学生理学賞が贈られました。授賞式は日本時間の今日午前0時半から始まり、梶田さんは共同受賞者のカナダクイーンズ大学のアーサー・マクドナルド名誉教授とともに各賞の受賞者の中で最初に入賞しました。スウェーデンのグスタフ国王から記念のメダルと賞状を受け取りました。で、このノーベル賞の授賞式にやりたいよね。それで、ね、思いました。素晴らしいな、素晴らしい賞を取ったんだな、でとても素敵だったなって思いません、ね、こういう素晴らしい先輩は皆さんにこの野本小学校にいるんだよってことを皆さん心に持ってほしいなというふうに思います、ね、で、この先輩方たくさんいますけども、海田先生のようにこういう素晴らしい先輩から皆さん後輩って言いますけど、そういうのをいいところ、素晴らしいところをつないでいく、ね、続いていくってことを何ていうかっていうと難しい言葉で伝統といいます、ね、こういう素晴らしい、海田先生のようなですね、業績を上げた人のようなとか皆様だったら次々に出てほしいなということですよ、ね、こういう伝統がある小学校にぜひしていきたいなというふうに思います。で、ぜひね、皆さんも海田先生の自然科学というふうにお話をしていましたけれども、文化や芸術、スポーツ、いろんなところでぜひ世界に通じるような、それですと皆さん一人一人がね、一人一人が力を出して大きくなってほしいなってこの先生は思っています。これからもこの海田先生をですね応援していきましょう。小泉さんは思います。どうでしょう。ぜひたくさんこれからもいろんな発見や研究をしてくれるというふうにおっしゃっていますので、野本小学校のみんな、ね、ぜひ海田先生のお仕事を応援していきましょう、ね、と思います。それで最後に改めて、このノーベル賞の授賞式おめでとうございますっていうふうに大きい声で呼びかけたいというふうに思います。どうでしょうか。じゃあ小泉先生が先に言いますから、次に合わせていきましょう。はい、海田先生、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、きっと届くと思います。はい、海田先生、おめでとうございます。